今日は、大谷翔平選手が初めてスタメンから外れたというニュースが明らかになりました。このアウトマンが全貌を明らかにし、ロバーツ監督の信じられない適性の反応はみんなを驚かせました。今日の試合はアリゾナダイヤモンドバックスとの対戦で、チェースフィールドで行われています。大谷選手の代わりにフレディ・フリーマンが2番で、ウィル・スミスが3番指名打者として起用されています。 大谷選手は左腕のジダ・モンゴメリーに代わって先発予定だったそうですが、休養することになったとのことです。これは彼にとっても、チームにとっても少しリフレッシュする良い機会になるでしょう。試合の終盤で出場のチャンスがあるかもしれませんね。代打としての参加の可能性もあります。大谷選手は連続休日を取得することができます。この日は9連戦の最終日であり、明日が移動日となるため、 大谷選手は連続して2日間が休むことがもともとスケジュールされていたと語っています。山本義信投手が先発するこのタイミングでの休養は、打撃が得意なスミス選手を DH として起用する絶好の機会だったとのことです。大谷翔平選手がこの試合で欠場したことについて、対戦相手の監督であるロバロは、ロバーツ監督を賛しました。 ロバロ監督はロバーツ監督は MLB でトップクラスのだと疑う余地はないと述べています。ロバーツ監督は先月この時期に大谷翔平選手を休ませると話していましたね。休養のタイミングとしては非常に良い選択だと思います。大谷選手はこれまであまり休息を取っていないように感じます。シーズン後半にはもっと休息を取って体調を整えることができればと思います。